え、ちょっと物質見せてもらっていい？はい。あ、本当。え、お、すごい綺麗じゃない？最近掃除してる。はい、掃除してるよ。え、ここ何？ショルバッグを置くところと、このあれ？着替えるところ。結構スペースあるよこれ。そうですか。いや他の大学見せたらだってこの間が広いじゃんだって。うん、これだいぶ広いよ。だってこれ2メーターぐらいでしょ、はい、ロッカーとロッカーで、ロッカー一つ、これ盗難注意、盗難ある。さすがにないだろ、盗難。そうですね、はい、自分の部活だけで盗難ったら悲しいよ、はい、で、こっちがあれが置いてあるの、はい、ちなみに君のロッカーどこ？あ、僕のこっち。あ、こっちです。そう、これ何、これヒップパッドをここに飾るのが流行ってるの、これなんかお守り干してあります。干してあるのか、はい、で、君のあどこ？あ、そう、あ、2つ使ってんの、なんで？いや、まあ、4年生なんで2つ使えるようになります。あ、うわー、来た、これ4年生の特権、はい、2つ、でも2つ入れるもんある？1つで足りるでしょ。いや、意外と2つ使いますよ。あ、マジで？やっぱファブリーズで必須必須ですね、これは。あ、そう、あ、でも特に何もない。あれ、腐ってるプロテインでくれない？これ大丈夫です、今日のやつなんで。今日のやつね、大丈夫ね。あ、でもわりかしいいな、こんな広いと。あ、何あれ、監視カメラ？そうですえ、これでもなんか監視カメラしてもなんか雑くない？こう、なんかこのテーピングで軽く止めてある、ね、軽く止めてある。なんかもうちょっとなんかこれ綺麗にやった方がいいかな。あ、一応監視カメラあるんだ、すごいね。まあ何かあったらため、はい、そうですね、そうだね、これ絶対防犯上一応やっとけばね、はい、何もないのが一番だから、はい、うん、それがいいと。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、あ、練習お疲れです。お疲れ様です。え、どうだった？いつもこんなイーグランドでいい、こんないい練習してんの？あ、そうですね、まあ、自己芝なんで。お、今何年生？僕たちが2年生。あ、2年生、はい、どう？オフェンスラインやってみて。今オフェンスラインでしょ、はい、ちょっとオフェンスラインとは思えない感じのかっこよさあるよね。そんなことない。どうオフェンスライン魅力なに？魅力っすか、やっぱそのないです。ないか。ないです。まあそりゃそうだよな、だってあの人球技だからさ、はい、うん、何やってんだろうってちょっとたまに思っちゃうの。俺もよく思ってたもん。ボール触れない。そう、ボール触りたいよねって、はい、ボール持ってタッチダウンしたいよねって感じで。そう、でもまあ今シーズンちょっとね、こんなまあオフェンスラインだけどね、やっぱり大事なポジションなんで頑張ってください。ありがとうございます。はい、今何やってんすか？今練習中に撮ったビデオをまずここに取り込んで、はい、これからみんなで。あ、これマネージャーさんなの？今やってるの。アナライジングとは違ってマネージャーさんがやる。そうです。SR が。SR ってんだ。SR ってどういう意味？ステラテジーリサーチ。ダメだっす。あ、俺その難しいことは今もう覚えらんないよ。俺偏差値低いから。え、だって偏差値いくつ？65。結構頭いいよね。やっぱ偏差値65あるってやっぱね、言葉がアナライジングだけじゃ済まなくなるね。これまずいな、これ。え、お隣さんもハードルに上げてんの？は、こちらは。そうです。今日のカップラーメン何味ですか？味噌、熟成味噌。あ、やっぱ名古屋だったら味噌。俺東京だから醤油派なんだよね。ああ、はい、今日は弁当の差し入れがありましたね。それとお土産までもらっちゃいました。飲み物はこちらで、これ糸旬からの手配らしいんですけど、これ朝日飲料じゃないけど大丈夫なのかな。まあいいや。なんかとでいただきます。はい、こんにちは。こんにちは。お、なんかテンション低い学校来た。テンション低い。高い大丈夫、はい、はい、今日は2月14日の撮影日。2月14日といえばバレンタインデー。もらえそう？あ、ダメ、もらえそう？無理です。もらえないです。え、誰かあげるの？あ、もうあげました。うわー、来た。え、ギリチョコもらってないの？ギリチョコないです。え、このチームはギリとかないの？あ、まあ多分ちょっとあります。あ、ちょっとなんか10円のチョコレートのレベル、はい、うわー、お前なんか俺いい思い出全くないもん。ある？なんかいい思い出。ちなみに女子に聞きたいな、せっかくいるから。え、どういうとこ行くの？バレンタインデー何？手作り？手作りはい。いつぐらい前から作ってるの？いつぐらい前から、まあでも一番美味しい状態で渡したいから、うん、渡すんですか？一
一番美味しい状態そこまで考えるらしいよ。初めて知ったその。ただ俺もまあ過去にはまあたくさんもらったことあるけど、でもなんかいやこんなこと言っちゃいけないけど、チョコレートってでも市販のやつが一応美味しくね。俺はこのなんかキットカットとかが好きなんだよ。だからギリチョコでもらうそういうのが好きなタイプ。はい。そんじゃない。まあ確かに。ああまあすいません、くだらない話なんですけど、今日は、はい、どこ大学に来てますか。はい、名古屋大学です。何ちゅう。がまた。名古屋大学です。はい、名古屋まで来てます。名古屋。名古屋大学のオフェンスラインのみんなで。ちょっと今日やっていくんで、なんかもしなんか質問あったら、なんか今日もあの質問回答パターンでいくんで、何か知りたいことある人。僕しかでもない。え、なんか聞かない。いや、スナップが。あ、スナップ。はい、最近よくあるスナップね。じゃあちょっとスナップ見てあげるんで、はい、あのぜひやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそしたら何スナップ？何スナップ？どっちをやりたいの？ショットラン。あ、ショットラン、はい、じゃあちょっとやってもらおうか。はい、ちょっとはい、はい、いや、全然ボール悪くないよ、はい、あっちのボール取るセンスがいいよ。もう一発、はい、向こうのちょっとカメラさん、こちら前向かれて、はい、よいしょ。あ、なんかね、投げちゃってんだ。もうちょっと渡す感じないの？渡す。え、ちょっとボールどうやって持ってる？まずそこからボール、はい。ボールはこう持ってます。うん、うん、持って。どうやって話すときどこでこう話す？話すときはこう、ここだけで。あ、これね、自分の動画一切見てない人に発見。これ絶対やっちゃいけないこと。はい。ボールはどっちかさ、ダーツって言ったことある？はい。ダーツってこうじゃん。はい。で、こう入る。はい。結構いってるでしょ。はい。結構いってるよ。はい。この間から。ここが最終地点で投げるだけ、はい、多分これだけでまた投げる。ダーツをして間から抜く感じで、はい、オッケー。まあ回転してます、はい、回転かけちゃって、いや回転をかけないでここからヒュッて抜く、ここでこうやってこういう感じかける、はい、ちょっとイメージしてここから投げた時に、はい、ここからこうこう、はい、うん、よいしょ。うん、ちょっともう一回、はい、でちょっとセット変えていい、はい、うん、セットは腰落として、はい、で手を置くかな、はい、でボール持っておいて、はい、でボールもうちょっと寝かして、はい、寝かして肘元余裕元、はい、はい、でそれで後ろに渡す感じで、はい、よいしょ、 OK、 ナイス、はい、回転はあんなもんでいいんだ、はい、うん、はい、もう一回いってみよう、はい、ちょっと足合わせましょう。で、鉄ちょっと手を上げて、胸をちょっと見せる感じで、ボールをね、はい、寝かした、ね、ここが寝かしたから、肘にちょっと揺らして、ヒュッ、渡す感じ。よくね、はい、なんかいいよね。安定しだして、向けこう、はい。お、すごいな。ちょっとパスポで下がってみよう。はい、よいしょ。お、いいじゃん。え、なんか余裕じゃん。え、どうしたやっぱ俺のコツ、そうですね、そうだろ、いいっすよ。だから今まで彼はね、こっからよく俺が言っちゃってやっちゃダメって言ってな、こう回してたんだよ。でもこれをこっから出すだけにしたら、はい、急速が抑えられるのと、はい、あと安定感が出る、はい、こうやっちゃうとその日の引っかかりによって全然スピードが変わってくるんだよ、はい、こことここだけで2つね、はい、ダーツやったことある？ダーツやったことあります。おう、ダーツってこう曲げないじゃん。はい、こうやってこういくじゃん。はい、それと一緒でこうこう。はい。オッケー。はい。よし。嬉しいね。完璧だね。はい。ありがとうございます。はい。したら今言ったこと何となく分かったの？はい。やっぱショットガンスタンプめちゃくちゃ大事じゃん。はい。うん、でもなかなかさ、ちょっとさ、ちょっとアップ目取れる彼。こう。なかなかオーヘンスラインでロンゲいないよね。ロンゲいないよ。そうですね、いないです。なんかプロレスラーっぽいよね。よく言われます、ね。よく言われる、はい。プロレスラーと勘違いされるの？いや、一回ぐらいあります。あ、マジで？はい、うわ、なんか久々に見た。昔ロンゲ流行ったけど、なんか今どっ、いや言い方あるよ。今の時代に
オフェンスラインのデブのロン毛ってなかなかいないよねいやでもすごいいいセンターなんでね、頑張ってほしいなと思うのと、やっぱりね、女子一番可愛く呼んできたら来たんで、あの楽しみですね。今年どう、勝てそう？あ、勝てます。はい、頑張ってんの？はい。なんかテンションがなんかバラバラなのに、ね、ちょっと気になってて今日やってて、ちょっとチームワーク的にちょっとダメなんじゃないかなっていうなんかもっと明るく、楽しくて明るいデブにならないと俺さえモテないね。そうですね、絶対面白いでしょ。はい。あ、本当？はい。高校の時は結構モテる。ここ行かないです、ね、あ、行かない。あ、せっかく伸ばしてるのに。そうですね。あ、そっか。はい、じゃあこんな感じで今日ありがとうございました。ありがとうございました。した。高校何部だったの？高校アメフト部です。あ、言ってたよね。はい。アメフト経験者。はい。そのロン毛はいつから？このロン毛は浪人中に伸ばしました。あ、浪人中に。あ、浪人しちゃった。浪人しました。あ、でもまあね、いい大学入ったからね。いやいやいや、いや名古屋でだって この辺で一番いいでしょ。まあそうです。名古屋で一番頭いいのが名古屋大学。まあそうです。あ、そうなんだ。はい。なんか頭いいとこなんか受けようなんて思ったことないから全く知らないわ。勉強した？結構。まあそれなりにしました。あ、アメフトやってて、アメフトの推薦でどっか行こうとは思わなかった？そうです、それでは思わなかったですね。ああ、そうなんだ。やっぱ頭いい人は考えること違うね。やっぱ勉強で入ろう。俺なんかアメフトの推薦で生きてるからさ、もうなんか楽して生きてきちゃったから今頃辛い思いしてるけどね。やっぱりもう収入の面がって感じだ。いや、将来どんな仕事つきたいの？将来ですか？将来まだそんな考えてないです。あ、考えてない、はい、今2年生だもんね。そう。あ、次。あ、次3か。次2です。あ、次何か。今1です。あ、じゃあ全然じゃん。はい。あ、それであんなプレイできるの全然いいと思う。うん、すごいよくできてるわ。はい。